そうですね。ストレスといえばストレスをなくす、あるいはストレス解消というように悪いイメージがありますが、確かにストレスというのは大きすぎるのは問題ですが、全くないとまたはそれは良くないというふうに言われていますが、実際私もそうだと思います。例えば一つの出来事に対してある人はストレスを感じる、ある人はストレスを感じない。ではその違いは何なのかと考えた場合、私は武術をやっているのでこういう表現になってしまって悪いですが、打たれ強さというのもあるのかなと感じています。道場に入門してくる門下生の中には、以前格闘技をやっていた、あるいはスポーツに打ち込んでいた、いわゆるタフなタイプも多くいます。まあ打たれ強さという意味では肉体的な部分と精神的な部分微妙に違うのかもしれませんが、まあ基本的には健全な精神は健全な肉体に宿るというふうに一応ここでは表現しておきましょうか。打たれ強さは強い弱いで言えば確実に弱いよりは強い方がいいわけですが、ただこの打たれ強さは武術的に考えますと相手からのダメージを受けるよりさらに受け流す方が良いわけですが、この受け流し方については次回一緒に考えるとして、今回は打たれ強さについて考えてみましょう。道場には打たれ強いタイプがいる一方、本格的な運動は今までやったことがないという方々で、武術に対しても少し怖いというイメージを持たれるような方々も不安を抱きながら道場の門を叩くというような方々も決して少なくはないですね。武術には護身術としての要素がありますので、武術は弱いというタイプの方にも向いていると私は思っています。その護身という文字も、身を守る護身と心を守る護身という文字をイメージしていただいても良いかと思います。私は武術を教える側にいますので、もともと強くなりそうだった子が強くなっていくのを見るのも楽しいですが、もともと弱かった子たちが一生懸命に練習を重ねてたくましくなっていく、強くなっていくという過程を見るのもすごく嬉しいですね。ここで体勢という言葉を考えてみましょうか。今使っている意味合いとしましては、環境の変化に対して適応していく生物としての能力という意味で使っています。私は昭和、平成、令和と3つの時代を生きているわけですが、肌感覚として今は少しこの体勢というのが弱くなってきているのかなという印象を受けることもありますね。今から約40年ほど前ですが、私は中国武術を練習するために中国の武漢というところにいました。そこで生活する中で、水を飲むときに水道の蛇口をひねって出てくる水というのはすぐには飲めなかったんですね。つまりお腹を壊してしまうという、必ず一回は沸騰させて飲むというものでした。毎朝大きな保温のポットといいますか、大きな水筒みたいな、これでお湯を汲んで、それが一日の生活分になるわけですね。学校では激しいトレーニングをするわけですから、もちろん水が飲みたい。なのでお湯を冷まして水を大量に準備しておくという感じでした。当時の武漢は一般の家庭では冷蔵庫というものはありません。クーラーももちろんありません。扇風機もほとんどなかったと思います。氷もないので水を飲むにはお湯を冷ますしかありませんでした。この水が飲めないというのは、留学生であった私の体質に合わないということだけではなく、地元武漢の人たちも飲めませんでした。しかしほんの一部ですが、その水を普通にガブガブと飲めるような人たちもいたんですね。私が留学していました武漢体育学院というところは、いわゆる体育大学ですので、武術だけではなく陸上競技であったり体操競技、あとバレー、バスケット、サッカーといったいろんなスポーツ競技がありました。私の記憶ではその水を直接飲んでいたのは陸上選手の一人だったと思いますが、私たちは練習の後に冷ました水を飲むわけですが、彼は水道で水をジャーッと出して頭から浴びて水をガンガン飲んでいましたので、その気を使わない感じは、ああ羨ましいなぁと思ったりもしましたね。これも人の体の面白さですかね。同じ水であっても人によってはお腹を壊してしまう、人によっては全く何ともないと。
当時の衛生面を思い出すと、これも除菌する、あれも除菌するというのもありませんでしたし、現代の空気清浄機もありえなかったですね。それで私は彼に、水を飲んでも大丈夫なの？と聞いたことがありました。彼が言うには、中国の山奥の田舎の出身らしくて、そこの水道の環境はかなり悪かったらしく、そこに比べると武漢の水道は非常にマシだよということで笑っていましたね。まあ彼にはある種の体制というのがついてたんでしょうね。では40年前の水の体制の話は一旦ここに置いておいて、次は現代のストレスに対する体制について一緒に考えてみましょうか。先に言っておきますと、私は昭和時代の全てが今より良かったとは全く思っておりません。ただ当時の子供たちの教育現場といいますか、置かれていた環境というのは、現代ほど自主性であったり多様性を認めるであったり、あるいは個人を尊重するというのは現代ほど当時は強くなかったのかもしれません。当時は良い学校大学に行き、良い会社職場に入り、それが幸せの近道というようなスタンダードの考え方もまだ健在だったと思います。ここで言う良いというのは、現在で言うといろんな解釈ができると思いますが、当時は大雑把に、まあそんな感じでした。その頃は受験戦争という言葉も当然のようにありましたので、どうですかね、子供たちの置かれていた環境は。もしかしたら少し自由度というのは狭かったかもしれませんね。今狭かったと表現しましたが、この狭いということはどうなんでしょうね。武術というのは手で突いたり打ったり、足で蹴ったり、頭で頭突きをしたり、背中で体当たりをしたり、踏みついたら相手を投げ飛ばしたり、全ての技を使いますが、範囲を狭めて使っていいのはパンチだけというふうに定めたのがボクシングという格闘競技になります。その結果、パンチに特化することによりボクシングは高いレベルのパンチの技術を構築するに至ったと思います。それで言うと、狭めるということでのメリットデメリット、広めるということでのメリットデメリットというのもあるかもしれません。まあ狭いがゆえに反発してなのか、あるいはバネにしてなのか、羽ばたく人もいるでしょうし、逆に何でも好きなことをやっていいよと制限を受けなかったために、かえって動けなくなったというのも耳にしますね。ここでは逆境をバネにして羽ばたける、いわゆるタフで打たれ強い側の話ではなく、そういうふうに羽ばたけない弱い人はどうすればいいのという話になるかと思います。それに対してどうすればいいかと考えた場合、もしがっかりさせてしまったらすみませんが、その答えはやはりゆっくり鍛えていくことだと思います。その鍛え方というのは、100人いれば100通りあるというくらい言葉で説明するのは少し難しいですが、今その子の体制がどれくらいあるかを理解して、少しずつ自信をつけていってもらうやり方です。先人の知恵には面白いものがたくさんあります。禅の世界では忖度童子というのがあります。それは鳥のヒナが卵から生まれようとして、卵の中から殻をコツンコツンとつついて割るという行為ですが、それを聞きつけた親鳥がすかさず外からついばんで殻を破る手助けをするという、それを忖度童子と言います。ヒナだけが頑張っても確かに難しいですが、親鳥が先走って卵を割ってしまっても、逆にヒナを殺してしまうということがあるということです。社会に出ると理不尽なこと、思い通りにならないことがたくさんあると思います。そういう社会に出る前に、子供たちには強い免疫体制をつけていってもらいたいと本当に思いますね。これは子供たちだけではなく、すでに社会に出ている大人たちにも同様ですね。落ち込んだ時は、どうせ人間100年200年だったらみんな土の中というくらい開き直って、もう一度頑張ってみてもいいかもしれませんね。ただ念のために言っておきますと、子供たちが受ける大きな歪んだストレス、いわゆる虐待であったり、そういったことを私は肯定しているわけでは絶対にありません。ここさらに一歩踏み込むと、社会の理不尽さや思い通りにならないというものが、仮に一気に掃除されて、その敵であったと思っていたものが消えたとしても、
人というのは自分自身の中にある葛藤や矛盾といったものと向き合うことになると思いますので、人間というのはなかなか複雑なものですね。これは受け流すという次回のテーマにもつながってはきますが、今回は打たれ強さ、そのために体勢をつけておくということですので、まずは強くなるということが優れた防御力になるのは間違いないとは思います。ただ私は強くなりたいという一心で約40年前故郷を飛び出して武術を追求するようになりましたが、今日までに様々な経験をしてきたことが今なんだかうまくいってないと感じる大人の方々や子供に限らず、私の武術が少しでも役に立ってくれたら嬉しいと思っています。